はい、どうも。本日は商品紹介の動画になります。本日3月30日ですね。タカラトミーアーツさんの方より、こちら、モミットシェイクンが発売されております。ちょっと可愛らしいデザインだったのでね、買ってみました。では、早速開封します。はい、開封しました。中身、こんな感じです。ね、これに、カップデザート。まあ、プリンないし、杏仁豆腐、コーヒーゼリー、なんでもいいと思います。そちらをですね、まず入れるそうです。いろいろできるとは思うんですけれど、今回はオーソドックスにプリンでいこうと思います。では、入れますね。わお。それで、これを揉むそうです。ぐちゃぐちゃになるまで。おぉ。また何とも言えない絶妙な揉み心地ですね。ああ、これ絵面大丈夫かな。はい、ではぐちゃぐちゃになりました。こちらをですね、冷凍庫で5時間凍らせるそうです。なーげーな。まあ、今から凍らせます。まあ、お子さんとかだったら、小学校に行く前、朝にぐちゃぐちゃってやって冷凍庫に放り込んどけば、帰ってくる頃には美味しいデザートが食べれると。そういうコンセプトなんでしょうね。では、冷凍庫に行きます。さようなら。はい、5時間経ちました。中身、こんな感じですね。カチカチです。さあ、これに、牛乳。100だったかな。こんなもんか。こちら。100入れて、あとはもみもみです。3分間ほどもみましょう。よし。さあ、完成しました。本来であれば、これに蓋をして、ここにね、ストローをさせるので、ここにストローをさして、チューッと食べるんですけど、中身をお見せしましょう。こんな感じですね。じゃあ、ちょっといただきます。お、うまい。これはうまい。若干ちょっと手間はかかりますけど、お子さんには面白いかと思います。